す無法集団フーリガンズは先日の後楽園大会で満を持して新メンバー日野裕二を投入、大きなインパクトを残しました。早速この後の GH 卓王打線に日野を送り込みます。さあ5人になったフーリガンズの登場であります。先頭は勝間、坂本、軍団旗を振っております。その後ろ、今日はなぜか井上正夫がこのフーリガンズに加わっております。フーリガンズとは無縁の井上、心なしか距離を取りながらリングへ向かっていきます。そしてコーディーホールです。新メンバー日野とは開演会道場で共闘していました勝間、坂本。控えめにリングに入りました、イブシギンの井上正夫であります。フーリガンズのスポークスマン、永井光也です。リングにそびえ立つサラブレッド、スコットホール2世、コーディーホールです。斉藤明俊、越中志郎、モハメド・ヨネ、クワイエット・ストームが入ってまいります。平成維新軍とフィフティー・ファンキー・パワーズの合体チームがフーリガンズ退治に乗り出します。心を揺さぶるテーマが響き渡っております。横浜文化体育館、越中志郎のテーマに乗りまして、まもなく4人が入ってまいります。さあ斉藤明俊が先頭であります。その後ろ、ヨネとストーム、おなじみのコンビが続いていく。侍越中の登場に場内の期待が高まります。さあ花束を受け取ったフィフティーファンキーパーズ、そこを横切っていったのは越中志郎であります。越中18番のチャンピングヒップアタックでフーリガンズたちを蹴散らしていくか。今年は復活の年となりました斉藤明俊。侍魂は健在、越中志郎。モハメド・ヨネ、クワイエットストーム、フィフティーファンキーパワーズです。第2試合、越中組対フーリガンズの対戦であります。8人タッグマッチ、20分一本勝負で行われます。さあこちら、おっとフーリガンサイドがいつものように奇襲作戦、奇襲戦法を仕掛けていきます。乱戦の中ゴングが打ち鳴らされました。さて佐久間さん、はい、フーリガンズにフリーの日野が加入しました。ここに来てフーリガンズ勢い増してますね。あ、そうですね、なかなかこう、ね、結成当初は存在感を発揮できなかったんですけど、これは、ね、こう日野の存在を増して、今日の、ね、タッグマッチの結果以下によっては一気にこの、ね、ノアマットの中心に躍り出てくる可能性も出てきましたよね。まあ、ただこの暴れていただけの印象のあったフーリガンズですが、ここに来て日野を投入して、いよいよこの箱舟の中心に踊り出ようとしております。さあこちらは越中志郎であります。フーリガンズに対するは平成維新軍とフィフティーファンキーパワーズの合体チームであります。まあ、この越中の存在は頼もしいですよね。そうですね、もう元気いっぱいで常にね、こうリング上を活気づける選手ですから、そうですね、当然パートナーたちもね、こうやっぱやる気が出るんですよね、やっぱ越中と組むと。おっと、永井光也がチェーンで米の首を絞めております。のっけからダーティーに攻め込んでいきますフーリガンズ。さあこちらではカズマが、おっとストームに噛みついています。カズマ、坂本、侮れない選手です。フーリガンズの三本格であります。さあ米とストームがくるっと回転したしましたが、リリークされました。おっとショルダータックル、ようやく立て直しに成功いたしました。カズマを捉えていきます、ロープに送っていく。
ドロップトーホールド、ヨネがミドルキック、ストールが続く、低空のコンプリートショット、さあ場外でヨネが長井光也に先ほどのお返し、リング内ではストームとカズマ、おっと思わず静止してしまいました。円錐切りを食らっております。そしてフーリガンサイド、コーディーホールが入る赤コーナーは斉藤、斉藤明俊、スーパーヘビー級の選手ですが体格は全く違います。コーディーホール2m3cm、ナックル、2m3cm、127kg あります。コーディーホール、まさに怪物であります。その怪物に対してフライングニールキック、斉藤がラリアットからブレインバスターで投げていった、低い体勢のブレインバスター、コーディが回転してラリアットです。さあここで井上が入ります。今日はフーリガンズの中になぜか井上が入っております。さあ皆さん、これ井上の居場所がここにあるかどうか。そうですね、まあキャリアがある選手なのでね、こうどんな展開にも合わせることはできると思うんですけど、フーリガンズサイドとしてはね、やっぱりここで自分たちの荒々しい流れとまた変わってしまうというところもあると思うので、まあその相手サイドからしたら逆にリズムが変わってやりづらくなるというところもあるかもしれませんし、この井上の存在というのがね、一つこの試合鍵かもしれませんよね。フーリガンズと井上雅雄、非常にミスマッチなチームであります。井上はいつもと同じファイトを展開している。井上もサミングなどラフサッポーを使いますが、ちょっとフーリガンズとはタイプが違います。ここがサミング、斉藤がディスクローク、おっとここで腰中が入ります。腰中志郎、ひときわ高い歓声が上がる。まずヒップアタック、挨拶代わり2連発、ロープを食って、おっとヒップアタックの大盤振る舞いであります。腰中は来年、はい、一気に変わりましたね。そうですね、腰中は来年デビュー40周年を迎えます。60歳になりましたが、闘志は全く衰えておりません。その腰中が井上を一気に仕留めていく、あっと井上がブレインバスター。さあ場外ではフーリガンズが暴れ回っている中、井上が勝利を狙っています。おっとまた長井が荒っぽく攻め込んでいる。リング内では腰中がまたジャンピングヒップアタック、おっと一気に決めに行きますね。そうですね、腰中がトップロープに上がる、おっとミサイルヒップ、腰中志郎のミサイルヒップ、おっと井上返した。5分が過ぎたところ、腰中がもうすでに勝負に出ております。まあ、フーリガンズはね、はい、もう暴れたい放題の状態になってますからね、場外で。もうちょっとフーリガンズは試合度外視のような感じになっている。その間に腰中がパワーボムで井上雅雄を仕留めました。まあちょっとフーリガンズが完全に井上を見殺しにしてしまったような形になりました。そうですね、場外で3人暴れていればそれでいいというところもねありますよね。さあまだ試合が終わったんですが、フーリガンズの暴走は止まらない。永井光也、必要にモハメドヨネを狙っております。もうちょっと場外フェンスが倒れて客席はめちゃくちゃになっております。こちらカズマ坂本も軍団機でクワイエットストームを痛めつける。まあやはりこの勝敗よりも自分たちの力を誇示するというね、フーリガンズのこの追い方ですよね。まあこれ結果はね、負けたことにはなりますけど、はい、彼らとしてはもう暴れれば十分ですよね。これはそういうことですよね。新メンバー日野裕二が加入しております。まさにこれから勢力を拡大していこうというフーリガンズ。試合には負けましたが、この己の強さ、それを誇示いたしました。さあ永井がまだ腰中とやり合っている。フーリガンズがリング上を占拠します。一方こちらは勝ちましたが納得のいかない表情の腰中志郎。
永井光也が盛んにモハメドヨネに食ってかかっております。ロープを挟んで一触即発の状態です。勝負タイムは5分22秒。星中志郎がパワーボムで井上正を仕留めました。さあまだ乱闘が続いております。